先生どうかお願いします。娘を助けてください。娘の病気を治せるのは世界中で先生だけだと伺っています。どうかどうかお願いします。ふむ、お子さんは絶対死にます。諦めてね病ですな。しかもかなり末期だ。持ってあと1ヶ月といったところか。普通なら回復を諦めてもらうべき状態だが、私は過去に3回この病気の末期患者を救ったことがある。今回も手術を何度かすれば治せるでしょう。自信はあります。本当ですか？ぜひぜひお願いしますわ。ちょっとお待ちなさい。勘違いしてもらっちゃ困りますな。私は治せると言っただけで、治すとは言っていない。どういうことですか？単刀直入に言って金ですよ。治療費として10億円いただきましょう。それが条件だ。払えないのであれば一切治療はいたしません。噂には聞いていましたが、本当に法外な額を請求なさるのですね。こんな貧乏人を相手に。人間のクズ、悪魔、どんなに非難しても足りませんわ。何とでも言ってください。で、払うんですか？娘さんが死ぬのを待つんですか？娘の命には代えられません。風俗でも何でもやって、一生かけて払いますわ。一生かけて？そういう不確かなことを言われても困りますね。前金、一括払い、現金、これで願いましょう。そんな、いくら何でも無理に決まってますわ。じゃあ諦めて帰ってください。さようなら。待ってください。ブラックジャック。では貧乏人の場合、分割後払いも認められていたはずですわ。なんならタダにしてくれることも多かったですわ。そんな漫画の話は知りません。私は私です。まったく。払える確証のない後払いを認めさせようとしたり、あまつさえタダにさせようとしたり。まあ、それが意地汚い貧乏人の本性なのでしょうが、ズーズーしいにも程があると思いますね。さあ帰った帰った。時間の無駄だ。待って、あなたはそれでいいの？何のために医者になったの？余計なお世話だ、乞食女。私は世界で一番、金と時間と労力をかけて、この世界最高の医療技術を身につけたんだ。他のやりたいことをすべて諦めてね。10億ポッチも払えないなんて言われたら、自分の人生の価値を低く見積もられたみたいで、実に不愉快だな。でも、じゃあ、この子の命はどうなりますの？正当な対価が払えないのであれば、諦める、当たり前のことだと思いますがね。そんな。1ヶ月後、娘のズンダモンは、もがき苦しみながら、息を引き取りました。ごめんなさい、ズンダモン。